また、きのうまでの1週間に県内で感染が確認された17件の陽性検体のうち15件の変異ウイルスの検査が行われ13人が陽性であることが分かりました現在、国立感染症研究所で詳しい方の検査が行われています。これれで、で県内で確認されたた。変異ウイルスの感染者は16人になりました